立憲民主党菅直人、国民民主党に解散を要求。本日、立憲民主党の菅直人さんがこのようにツイッターにて発言をしてしまいました。統一地方選の前半が終了し、参院選までに進める野党再編の道筋がはっきりしてきました。小池都知事が結成した希望の党と民進党が合併した国民民主党は、政治理念が不明確なので解散し、 参院選までに個々の議員の判断で立憲と再結集に参加するのが望ましいとなっておりましてこちら少しですね日本語がおかしいところがございますがこの立憲民主党が国民民主党と自由党が合流するのを脅威に感じているのは理解できますがこの政治理念こうというのであれば 国民が望んでいるのは政治理念がはっきりしていることだけではなくてですね、その政治理念が国民のために、日本のために作られたものなのか、そこが一番重要でありますので、立憲民主党の政治理念がどの立ち位置なのかわかりませんが、この 国民民主党に対して政治理念が不明確だというのであれば、立憲民主党がどういった政治理念を持っているのか、国民の皆様に包み隠さず、はっきりと説明をするべきなんじゃないでしょうか。また、この統一地選挙の前半、立憲民主党を含めた野党は、知事選で全滅し、 地方議会も民主党から比べて、立憲と国民を合わせても、議席の四分の一を失っております。そういった中で、立憲民主党、国民民主党関係なしに、民主党の残党の皆様が、いまだにですね、民主党政権に対する反省をしておらず、その結果、国会でデマを流したり、サボったりして、 仕事をしないという現状があり、そのような中で、政治理念同行以前の話で、国民が立憲民主党や国民民主党を支持することができない状態になってしまっております。立憲民主党には、菅直人さんには、他の政党に対して文句を言う前に、まずは、 ご自身が国民のためにですね日本のために仕事をしていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました